あ、よろしく。君、新人。はい。まあ、眠らせ師の仕事は簡単なもんじゃないよね。君も一度は経験があると思う。夜寝ようとしてね、目をつぶったはいいけど眠れない。おお。次の日朝が早い、急いで寝ないといけない。そう思えば思うほどスパイトです。はい、はい、そうだろ。ああ、最後の辺がちょっと、そういう時に我々寝かせ師が必要になる。はい。ああ、うん。まあ仕事を見て覚えるといい。お願いします。寝かせ師の仕事は一つ一つ丁寧に教えたりはしない。まあそういう風にやりたいならそこら辺の企業に行けばいい。違うんだよ、ギリギリ違法。え？だがな、時に人に感謝をされる瞬間がある。今日もまた眠れぬ子羊たちがいるのだろう。我々を待っている。お願いします。あ、あれ、お名前とかは、お名前を伺ってもよろしいですか？あ、ネム、リンタロウだ。リンタロウ？寝る側みたいな。冷やすくリンタロウと呼ぶな。あ、すいません。まあ、あの情報によると、心に住んでいる者が夜な夜な眠れずに困ってるということだ。なるほど。早急に寝かせなければいけない。ゴーだ。はい、よろしく。えお願いします。話はちょっと聞いてます。すがし顔よ。はい、すがし顔です。あ、そうなの。違う、あの君ね、あのよく眠れない。そうでしょ。いや、まあまあそうでもないですけど。うん、まあね、でも本当に気づいてないんだよ、眠れないってことに。僕たち寝かせ師が来たからね。はい、もうあとは寝かせるだけ簡単だよ。いや、まだいいですよ。明日早いだろ。いや、そんなことないっす。全然まだ大丈夫。明日早いだろ。いや、そんなことないっす、うん、明日がね、例えば早いとする、はい、そしたらね、こう寝ようとして目をつむるけど、明日早いからもう早く寝なきゃいけない、その心理が君を追い込んで眠れなくなる。でも大丈夫。どう、何何すんの。もう寝かせよ、今すぐ。こう本人の意思で寝ないゾーンっていうのがあるんだよ。寝ないゾーン、うん、これが今、A ゾーン。本人の意思で寝ないゾーンのことを A ゾーンという、はい、そして本人の意思で寝ようとして布団についたけど眠れない、はい、それを B ゾーン。それっぽいこと言ってるな。そして眠る時、眠睡眠がね、はい、のあれの関係の時が、まあ、あのゾーンだ。急にふわっとした。今 A ゾーンだから眠れ、自分では寝ないでおこうとしてるんだよ。でもね、結局のところこの A ゾーンで寝ちゃったら一番簡単なんだっていう話なんだよね。この A ゾーンの状態を自分の意思とは別で寝かせてあげる、それが簡単な。はい、ドン。そのやめそれ。はい、ドン。寝そか、寝そか。寝そか、寝そか。寝そか。おいおいおい、無理やろ。ああ、あー、ちょっと期待した。普段子供担当してるからな。そうだね。そう、無理やろ。そうなんですか。全然ベクトル違うよ。まずこのゲームをな、消さないといけないんだよ、これ。なるほど、うん、すなよ。おい。なるほど。何がやねん、やめろ。やめろ。あ、出てるか、やめろ。出てるかも。一歩手前だ。寝ろや。もう寝る一歩手前だ。ブチ切れてるように見えましたけど。ちょっと先輩呼ぶしかないよ。先輩？先輩に代わってもらうしかない。え、すまないな。え、もう入れ替わりで早っ。一回出るとか閉めるとか閉めるの。すいません先輩。ああ、一回出るか。あ、出るんや。いえ、このまま行きましょう。このままで。ああ、戦ってたよ。こいつが今回の依頼者か。なんで依頼者やねん、俺が。ああ、眠気を全く感じない。嫌な終わり方。火と火の間の嫌な終わり方してた。全体に寝ないぞって心意気を感じるよ。再現できず。こいつはまだ寝なさそうだろ。寝なさそうです。なぜかわかるか、こいつの中に夜が足りてないんだ。え、夜が足りてない。任せろ。え、夜は入力者。はーい、どんどんすな。なかなか寝る気概を感じない。や、違うね。まずベッドに寝かすことが大事だ。はい、うん、やりたい。いいものあるじゃないか。え、飛行機のおもちゃ。空港の近くとかでよくある。うわ、飛行機めっちゃ近くを飛んできたみたいなやつ。ありますね。すごく楽しいだろ、あれ。あれ楽しいです、すごい。あれを味わえる空間を作るんだ。あ、なるほど。うわ、あ、
この辺来たら結構な近目で見れそうじゃないこれな。なあ。まだこの辺が遠かったけど、この人たち結構近目で見れそうやったなあ。苦しいって戦い方。あ。あ。ごご。おー。この辺に何人苦しい方があったら。おーって。どうだ。かんて。なんで。うわ。はいどう。ダンスだ。ダンス。ダメだ。え？急に？くそ。俺の力じゃ。早く。早くないですか。でも。ん？もっと大丈夫ですか。もっと方法とか。何だ？早くないですか。文句言ってる。さっきのやつが長すぎたんだ。確かに。確かに。こいつぐらいでいいんだ。確かに。うちの組織を。リーダーを呼ぶしかないです。リーダー。ちなみに今、あれ、あなたお名前言いましたっけ？あえ。なんで追い込むねん。あ、名前かい？ネム。ネム？え、同じ？ネム、ルンドーだ。ネム、ルンドー。ルンドーだ。ネム、リンタルとネム、ルンドー。ネムケロ。テンポイって言ってたよ。ネムケロ、一緒に聞いてます。え？くそー！リーダー、お願いします。リーダー！はい、ルンドーちゃん、下がっちゃったよ。あの一瞬でマイルンドちゃん下がっちゃってリーダー助かないねルンドちゃんまたヘマしたんだってね本当に、すいませんリーダーそんな感じないよなんて名前なんですかあらもうリーダー名前教えてくださいネムイ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 ヒロシだネムイヒロシ明日は早いんだろ早く寝て闇が怖いんだろいいえ初めて寝る初めてなわけないだろ親が寝ない教育をしていたないよそんな教育眠ってはいけない宗教に入っているねえってでもなんでドゥンすんのドゥンすんの寝ましたか寝てねえよ完全に寝た寝てねえよ目見えるんや難しく考えてるからいけないのこれはねもうシンプルイズベスト頭の回路を単純に切り替えろほう直訳みたい。あ、なんだすんだお前。何やねん。突っ込んでたのに殴られて。シンプルイズベストなんだ、うん。頭の中を単純に切り替えろ。直訳してるだけだ。突っ込み中に殴る。なんで？あれ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 。リーダーリーダー。寝たか。寝ただろさすがにこれは。怯えてる。お前一人が寝たら済む話なんだよ。寝ない。お手上げだ。お前みたいなバカ久しぶりに見たよ。でもな、結局のところお前みたいなバカが世界を変えるのかもな。俺にあの頃の気持ちを教えてくれた師匠がいいんだ。あいつはもう寝ない。何をしたの？すごいゲームしてる、うん、俺にあの頃の気持ちをあいつは思い出させてくれたもうあいつは寝ないだからあいつを寝させようとも思わないただ師匠に会ってほしい会ってもらっていいかいいですけどちょっと師匠に代わる、はい、ただ会ってくれ師匠師匠が来るまでちょっと待ってもらっていいか大変そうやね師匠どうですかまだもうちょいえあー眠らせそう師匠どうしたんですか師匠すみませんいろいろ教えてもらったのにまだ僕は眠らせ師として半人前だったみたいですほうほう確かにそうなんですか今回は眠らすんじゃなく会ってほしいということですかギリ外国人か名乗ってあげてくださいおどっちやろああ僕の名前ですか飛び長です飛び長さん眠りとかじゃなくて飛び長ですわだから甘いんだうわ師匠眠らせないでどうするうわかっこいいこいつを眠らしてやるそして今日はもう寝れるようにしてやる眠らせて眠るっていうことですよね、うん、もう終わりださすが師匠この動画終わらせてやる早く眠らせて終わらせてください、うん
出た、獅子王のお箱、ベッドメイキング、ちっちゃ、これ普通のことだったからちっちゃくて、さささっぽく言われてたけど、あとは簡単だ、電気を消せばいい、おーじゃあおやすみなさい、師匠ありがとうございます。結構この辺長いんですか。全然寝てないじゃないですか師匠。寝るまでのちょっとした松なぎをしてたんで。ああそうなんです。お前も入るか。あすいません、はい。なんでやねん。こういう映像やねん。暗視カメラみたいだ、うん。お仕事とか何されてるんですか。出てけや。逆に一回めっちゃ明るくしよう。うわ明るい。明るい。明るい。そして消す。うわなるほど、一回光を与えて。うん、どうだ。見てわかるだろう。もう画面では見れないです、顔が。心地いいな。なんでだ。なんでお前が心地いい。なんでお前が寝るんだろう。映ってんかこれは。お前が寝たのは。ギリギリ映ってます。ああむにゃむにゃ竹内です。もう眠いです。寝ます。さすが師匠。なめんなよ。竹内さんが寝てる。はい、すいません。また明るいです。眠たくなってきたわ。結果として眠くなってきてる。すべて計算通りだったってことですか。師匠ちょい。反復小僧の。何やら出てくる。よっしゃ、とことん寝かせないぞ。寝かせない方にシフトするってことですね。おい、辛すんな。かしこまりました。よいしょ。はい、座るな。見てる人はびっくりしてると思うだろう。まだバーが3分の2ぐらいのとこだ。嘘でしょ。今回パート1ですね。パート2は眠らせるターンとかないぞ。イエーイ。師匠って若い頃とか苦労したこととかあるんですか。勝手にやってくれよ。苦労はいろいろしたな。俺も今では師匠って言われてるけど、当時は俺にも尊敬する人っていうのがいてな。師匠にもいるんだ。あれ、あ、お嘘出してます。さすがに、さすがに嘘でしょ師匠。さすがに嘘でしょ。さすがに嘘でしょ師匠。止めてくれ。あ、人違いか。あぶねえ。耐えたあぶねえ。やめてください師匠。もう出てかないだけですから。出てかないのなんで。ダメじゃないですか、寝かせるために来たのに。このままこの部屋にいたら竹内さん寝れなくてかわいそうじゃないですか。確かに。もう出ましょうよ。そうしよう。大変失礼しました。急に。いいえ。恥ずかしながら何の睡魔も得られませんでした。なんで進撃の巨人。知らん。どっちか分からず心臓を捧げよう。ダブル心臓を捧げよう。出た。ダブル心臓を捧げよう。もう出ましょう。はい、じゃあ失礼しました。またどこかで会えれば。そうですね。その時はきっとお互いぐっすり眠りましょう。なんか分からんけど、そうやな。では。はい。おーい。久しぶりやね。いやもうかわいそうでしょ、たけしさん。あー、そう。出てかないといけないでしょ。あー、そう。なんで渡すんだよ。なんで渡すんだよ。そうかそうか。歴史は繰り返す。人はなぜ同じ過ちを繰り返すのか。それは誰にもわからない。ただその過ちから何かを学ぶものである。一つまた一つと賢くそして強く。次回出てけ。